はい、皆さん、今回のパッチロード12.7、なんとこれ、駆け足で、なんと30分以内にパッチロードを使いつつ終わらせていこうと思います。今回のパッチは、まあ、基本的に結構プロ向けのね、パッチになってます。もうプロで出してほしいんだよ、このチャンピオンっていうね。あまりソロ級関係ない感じの調整が何個かありますね。まあ、見てみましょう、はい。まずこちら、ギャングプランク。パッシブの炎上効果の基本ダメージが高チャンピオンレベルで増加。ダブルのマナコスが減少。 まずパッシブこれ、ね、レベル1ごとにね徐々に増えていくんだけど55から225が55から310ググッとこれね3レベルでだで大体10ダメージくらい増えてますで1回の殴り合いでまあ2回ぐらいは発動するかな中盤以降でいうと1回の集団戦で23回発動することも多いからまあなかなかいいですね ギャンクランクって元から連戦すごい強いんだけど、まあ、これでより強くなるだろうねちゃんとうまい人じゃないと行かせないっていうバフですねでこれトゥルーダメージなんでねこのまんま乗りますでこれタワーにも乗るんでねタワー破壊も多少速くなるでしょう、まあ、確かタワーに対してはダメージ若干下がったと思うんだけどまあ、それでもいいよねでダブルのマナコストランク1から20段ン嬉しいね、まあ、そんな頻繁に使うスキルじゃないんでね、まあ、そこまで影響はないと思うけどまあ嬉しい たまにレインジェル普通に食ったりするしね。タイミングに CC がなかったら。まあいいバフですね。ソロ級的にもすごくいいバフだと思います。勝率は、まあちょっと、どうなんだろうね。序盤から結構影響あるっちゃあるけど、GP をおトラックできる環境、まあ有利奴に対してより有利になったよな。って感じだよね。うん。そこまで上がんなそうだけど、1%ぐらい、0.5%ぐらい上がんのかな。って感じ。むずいからね、GP ね。 ますごく楽しいチャンピオンなので、使ってみて定期。はい、次、グエン。E のクールダウン短縮率が上昇。R のクールダウンが低スキルレベルで短縮。まず E ね。E 使った後、敵におたらっこすると、クールダウンが返ってくるっていう効果なんですが、それが50%から60%に。これは割とどうでもいいですね。あー、あんま変わんない。あんま変わんないっていうか、ほとんど変わんないんじゃないかな。R のクールダウンが20秒。全ランクで、ん全ランクじゃないな。最初のランクでダウン。20秒。これ、すごい嬉しい。こんなんどうでもいくてこっちの方が嬉しいね。 クエンね、ウルトナイトなにもできないチャンピオンなので、基本的に。ウルトがあるとき最強、ウルトナイトなら超弱いっていうチャンピオンなので、まあ、ルのクールダウンが下がるっていうのは、まあ、何かやれる時間が増えて、いいんじゃないでしょうか。トップジャングルともに一応バフだと思います。ただ勝率はそんなに変わんないでしょう。って感じ。ただクエンもね、結構ワントリックの人はね、いい勝率出してるんだよね、51%とか50%とか出してるから、まあ、なんだかんだ、まあ、構成見て使えば、ポテンシャルあるチャンピオンなのかなと思います。 相手にメレ相手のフロントが少ない時にめっちゃ強いんだよなでレインジチャンピオンが多い時にグエンって結構強いよねその全部効率的に無効ができるからダビルで敵のオータラックまあ使いたい人は使ってくださいほとんど変わんないねはい次ジェイス基本体力レベルアップごとの体力、えー、基本物理防御調整まずレベルアップごとの体力が5増えましたで体力560から2090だったのが 520から2135ということで序盤めちゃくちゃ柔らかくなってる HP40 ってのがでかいねートラック一発まではいかないけど、えー、まあ0.5発分ぐらい結構,結構相当柔らかく感じると思いますこのナーフによってで気温物流防御もなんと5気温物流防御士がダウンということでこれ結構受けるダメージ増えますこの100までのアー,マーアーマーの数値って結構効率がいいから その序盤のこの数値が5も減らされてるってのはすごく大きいね。もう明らかに柔らかく感じると思う。でまぁ、あ、弱いやつにより弱くなったって感じよね。とにかく。で、連戦で本当に死にやすくなった。すごいね。ピーキーなチャンピオンになりましたね。まあとにってもレンジチャンピオンだし、あの、っていうンゲージもあるし、で、足も速いから、まあ今まで、今までより慎重にやるって感じだね。まあジェイ昔と違って、 昔はほんと連戦最強ですやん。ジェイスっていう、そういう連強者のイメージがあったけど、今はもう全然そんなことはないよね。今はどちらかというと、レートキャリー、中盤以降で大きくスケールする。エクリプスとマナムネ完成段階で超最強になるみたいなチャンピオンだから、まあ、慎重にやりなって感じです。慎重にレーニングしなっていう感じ。まあ、相当きついだろうね、マジで。ワンミスで死ぬ可能性は全然あると思います。 とにあのマルファイトとかオーンとか、そいつら相手がマジでキツいだろうねって思う。こんだけ基礎 HP が低いと。だ対象してのスキルとかでちょいちょい減らされると、まあ厳しいだろうなって思います。まあ、だからタイミング見て使ってみるといいんじゃないかな。ちなみに、一応アーマー下がってるから、まあ、MR 下がってないからね、あのミッドレーンだとどうなんだってところもあるんだけど、ミッドレーンはねミッドレーンでアサシンが多いので、あの普通にイメージでもアサシン、ルブランとか多いから、多分このタイル型と一瞬でぶっ倒されるね。 た多分レンジさんが、レンジさんが行かせるトップレンが、やっぱ一番いいんじゃないかなイ s は。まあ、まだプロでも使われるんじゃないか言うて。言うて必要だと思うんだよね。ディスエンゲージがある程度あって、連戦が無難にこなせて、で、強力なポークがあってっていうところがあるから、まあ、プロだとまだ全然出そうだけどね。スキルセット的に。はい、次。カリスタ。基本マナ、移動速度。レベルアップごとの攻撃速度が上昇。まあ、まだね。えー、基本マナ、50アップ。嬉しい。 結構ね、あのー、マナ管理難しいです、カリスタ。まあ、e でラストヒットが取れるとマナ回復するんだけど、まあ、それができなかった時マナ普通に減っちゃうから、まあ、いいんじゃねいで、移動速度。これ嬉しい。これ嬉しいね。まあもちろんレーン復帰だとか、ワーディングだとか、あと集団戦の時のスキルドスとかにも関わってくるし、カリスタのね、ステップの速度って、あの、移動速度依存なんだよね。移動速度と攻撃速度依存なんだよね。 ただこの2つが両方上がったってことは、そのステップの性能が上がったってこと。ちなみに、靴のランクでス、あのステップの距離が変わって、AS と移動速度で、ステップの速度が変わります。って感じです。カリスタはね、やっぱレートが高くなればなるほど、勝率が上がるチャンピオンなんだよね。いや、ソロ級で合わせるのやっぱむずい。正直。相当むずい。あの、アルティメットの関係。あと W でね、同じやつを殴んないとダメージが増えないっていうね。そういうピーキーな性能してるので、 まデュオで使え定期まあ、将来的にデュオ級なくなる予定なんですけど、まあ、頑張れってことですね。はい、次。カーサス。9のモンスターに対するダメージが増加、10%アップです。オーマイ g o ーこれがまさにソロ級関係なしのプロシーン向けのバフってやつだね。あのジャングルカーサス今でもね、すげえ強いです、正直。全然強い。特に高レー度のショールがすごく高いです。で、ミッドレンドの勝率もっと高いし、ボットレーンはもっと高いです。それよりさらに。だこのチャンピオンの時にその火の打ち所がないんだよね。 いまだにジャングラーとしてもさ、トップクラスの名ブクリは速度持ってるし。だから、そこバーフしてくるってのは、ただただプロで出,て出してほしいだけだよね。この前なんかどっかのチームが出したらしいけどね。LCS かな、えー、どっかが LEC かわかんないけど、どっかのチーム出したらしいけど、まあ、普通に強いですよ。はい。特に言うことないわ。特に言うことないです。強いです。はい。終わり。習就職価値は全然あると思うよ。 むずいけどねやっぱカーサスこういう CC がほとんどないチャンピオンで試合勝ち抜くってのは結構なマクロが求められると思いますまあ頑張れはいはい妊娠基本攻撃力が減少金の基本のダメージが低下基礎 ED の低下っていうのはまあ、いくつかその評価っていうかチャンピオンによって結構評価が違って多分レンジが長いチャンピオンで減らされると 痛かったりするなんでかっていうと敵チャンピオンを殴る回数が多いから大ーラカラスでだからケイトリンとかの基礎 AD が、えー、バフされるとすごく大きく影響を出る下げられてもそうだねもしくはジャングラーの基礎 AD これはね殴る回数が圧倒的に多いから連戦と比べて敵チャンピオンというかその殴りたい対象を殴る回数が圧倒的に多いからこのジャングラーの AD 変更っていうのは結構影響が出るグレーブスとかもそうだったよねそれこそ このナーフ、まあ、そこそこ結構痛いと思いますね。ジャングルバールの多少遅くなるでしょう。で、この9のダメージが、えー、5下がってるね。1発目。1発目の方は5下がってます、ダメージが。で、2発目、当てた時の方だね。当てた時のダメージ、最小ダメージも5下がってて、だから最低でも10下がってる、ダメージが。で、最大ダメージ、敵の体力が減ってるとね、ダメージ増えるんですけど、そこが10。 減ってると。だから最大15、ダメージが減ってることになるかな。うん。まあ、ジャングルワールドちょっと遅くなるし、まあ、ギャンクした時のダメージも少し下がりますよね。って感じだけど、なんかまだピックされそうだけどね、リーシーン。でもその、なんでもできるっていうところがやっぱあるから、リーシーンって本当に何でもできるから、1対1もある程度強いし、フロントも、まあ、ゴアドリーデスタンス積むことによってある程度こなせるし、 あと、ウルトがやっぱ攻防一体、エンゲージができるってのは当たり前だけど、ディスエンゲージもできちゃうんだよね。あと、他のチャンピオンと比べて、その予備動作が極端に少ないっていうところがあると思うんだよね。で、まあま、あ大げさな例だっすけど、J4 で言うと、まあ、や、あの、やりさして、急で飛んでくる。で、一連の動きがあるわけだけど、D シンってめちゃくちゃ移動速が速いから、急当たった次の瞬間には後ろに蹴り込まれてるから、 結構対手が難しい。特にあの、フラッシュ W コンボとかされるとマジで素早いから、結構その辺の対手が難しいっていうところもあるから、まあ、まだプロシーに全然出てもおかしくはないと思うけどね。はい、次。リリアえ。パッシブのチャンピオンからの体力回復量が上昇。W の基本ダメージが増加。まずこのね、これスキルをね、敵チャンプに当てると回復するんですけど、12、140。12、140。そっちは変わってない。 で、AP レートが8%増えました。これ本当にどうでもよくて、もう何のバフにもなってなくてですね。なんでかっていうと、リリアってそんな AP 積まないんだよね。リリアってそんな AP 積まないんですよ。だいたいね、ライアンドリー、もしくはリフトメーカーから、時計行って、その後デッドマンプレートとか行くんだよね。AP 積むとしても200ぐらいなの。じゃあ 200AP 積んだ時、このバフによって、どのぐらい、えー、回復量が増えてるかっていうと16なんだよね。 増えてるの8%分だからまあ一応チャンピオン複数人に,に当てればもちろんその分増えるけどまあどうでもいいわなうんどうでもいいわなって感じはいで W のダメージが増加全ランク帯で10だねでこれ一応ね中心部で当てるとダメージが2倍になるので増え幅としては20です全ランク帯中心部で当てればねまあこっちはいいこっちはちょっといいなうんジャングルバードがちょっと速くなるはいってことでまあどうでもいいということですねはい 何も変わってませんリリアあ来ましたえ今回の目玉チャンピオンですニ個コ W のパッシブの基本ダメージと増加移動速度が上昇3発ごとにね次のオタラックに追加ダメージを乗せるという効果なんですが 50, 50から130だったのが50からだと170基礎値で40のアップというオーマイッカ強いですねで移動速度の増加10%から30%だったのが10%から 40%はい強いはい強いですねただこのバフのちょっといいところはあの普通の AP2 個には全く関係ないってことなんだよねダル上げないからただ AS2 個はこの恩恵を大きく受けることになりますで結構前ほんとに23年ぐらい前かなあのトップ2個トップ AD2 個ってのがすごい流行ってたのでもそれね一瞬でいなくなったんだよねそれなんでかっていうとこのナーフがあったからなんだよ 元の数値がこれで今のこれにされたんだよねだそれらが全部巻き戻されたってことです全部全部巻き戻されましたで実はね今の方がニーコにとってあのアイテム的に良くなってる昔より昔はショテルインドキングブレードだったんだよねただ今はねやっぱナッシャーがいいんじゃないかなって思うねもしエースニーコをやるんであれば昔と比べて昔のナッシャーって確か 80AP で20%のクールダウン 短縮がついてたんだよねでもそのクールダウン短縮が別にいらないから積んでなかったんだけど今のナッシャーって完全 AP に寄ってるんだよね 100AP でしたしか 100AP プラスオタラックにその高いね魔法ダメージの追加が入るとでこのダブルの追加ダメージの AP 入ると高いんだよね60%あるから初手ナッシャーナッシャーウィッツエンド、まあ、そっからまあなんか適当に積んだら強いんじゃね って感じです。やっぱ3つエンド積むことによって足も速くなるし、ちょっと硬くなるし、まあ、これちょっと注目だな。トップレーンが中国エズになるかもしれません。結構いろんなチャンプに有利とります。で、J6 は高すぎる。W でインビジブルになるから、飛び込んできたファイターが2個のこと殴れないんだよね。しかも100%いい、e、当たるし。で、なんならウルトもあるしね。って言ったところで、これ、今後見ること増えるかもね、トップレーンで。もう絶対マッチアップしたくない。ヨリックは、いい当てさえすれば勝てます、2個には。 足が速すぎて E いいがなかなか当たらないのでめんどくさいですねはい次パンテオン気温体力時老化副低下 Q のタップ時の射程が増加し幅が減少 E の地震へのスロー効果が方移動時には適用されないように R の着地までの時間を短縮まずリジェネが下がりましたちょっと、まあ、超痛いですねこれ5秒に1回の数値なのでこれ掛け12これ掛け12の数値が減ってることになります1.5かける12なので 1>, 1分ごとに大体 17.5HP 回復が下がります。で、Q タップ時短く押したときね、の長さが伸びました。50ユニット。結構長く感じるんじゃないかな。Q タップ時の幅がその代わり少し、えー、狭まりました。ちゃんと狙わないと当たらないってことね。で、E の発動中、後ろに動いても移動速度が低下しないようになりました。逃げに使いやすくなりましたよと。 もしくはショートトレードして、あと E で下がるっていうムーブがやりやすくなったってことね。で、売ると指定地点に落下するまでの時間が0.25秒短縮された。まあ、相手に反応されづらくなったってことですね。すはい。そっかって感じですね。うん。まあ、ストレスはなくて、この E はね、いい感じじゃないこれ。W から入って Q で殴って E でパッって引くみたいな、えー、動きがあるんだけど、あれ E を強化しないと、その、普通に逃げ切れないというか、 その下がりきれなくて相手の反撃を食らうことがあったので、まあ、このバフによって、まあ、特定のチャンピオンの対処が多少楽になるんじゃないでしょうかはいそんなに勝率は変わらないと思います次レンガー9の、えー、建造物に対する追加ダメージが低下 W のモンスターに対する追加ダメージが増加まず9タワーに対してねダメージが高すぎたってことで40%低下するようになりました強いから、ね ま、これのせいでね、あの、トップレンガーマジで倒るの、めちゃくちゃ早かったから、しかもエッセンスリーバー割と積むしね、本当に早かったので、まあ、ここでトップレンガ少しナーフされたってことでしょう。でも W のバフによって、まあ、ジャングルも、ジャングルでやってくるってことだね。モンスターに対する追加魔法ダメージ、65、130だったのが、85、150に、まあ、全ランクで20増えてる。っていうことだね、これでジャングル狩るのより早くなるでしょう、今までより。 このダブルって強化できるからね連続に2回使えたりもするから、まあ、クリア速度が、えー、だいぶ速くなるんじゃないでしょうかただジャングルで、えー、やる場合は基本いい上げの方がいいんじゃないかなって思います W ってねランク上げた時の,そのチャンピオンに対するダメージの伸び幅がちょっと悪いんだよねでも E はね 1, 1ランク上げるごとにあの45ルーダメージが増えるからジャングルでやる分には基本いい上げするんだけど 今回の修正で、まあ、もしかしたら W 上げになる可能性もあるのかな ?W 上げた方がクリア速度が格段に早まるってことであれば、もしかしたらスキルオーダーも変わってくるかもしれません。まあ、ジャングルにとってはいいバフだよね。トップはまあ、まだ使える人全然。も元入ってなかったからね。元はダメージ入ってなかったわけだから。<laughs> 今でもまあ一応ダメージ入るわけだから、トップにでもまだ強いでしょう。まあ、使えたらな話たね。恋愛ってやっぱむずい。スキル回し。 操作がむずいはい次、ライズ。9のダメージが丸9のダメージの魔力反映率が上昇増加ュー。そ映率が低下、えー、基礎え、は変わってません。ただ、AP レートが5パーがって、えー、ママレートは1下がりましたはい、えー、タンクビルドをやるなってことですね。早い、話。あの、フローハツンで、なんだっけあのフィンブルインターツンで、うん、まあ、その他もろもろ。とにかくタンクビルドをするなということです。AP ビルドをしろってことでしょうね。まあ。 違い分かんねんじゃね勝手に使え。こういう感じです、サイズは。勝手に使えって感じです。たぶそんな変わんねんじゃないはい、次。ウーコン。9のクール弾が短縮。W のクール弾が高スキーレベルで短縮。ダッシュで地形を通り抜けるように。E いいの丸を反映率とモンスターに対するダメージが増加。これ今回にもう一つ注目されてるチャンピオンですね。ウーコン。まず9のクール弾が1秒短縮。嬉しいね。嬉しい。トップレインにしても、ジャングルにしても嬉しいと思います。 ただ、ジャングルの方がはるかに嬉しいです、トップレーンより。なんでかっていうと、このキューってスキル、上がるたびに打てるもんじゃないからだね。当たり前だけど、トップレーンだと。上がるたびに毎回顔面に打てるスキルではないです。レンジも短いしね、そこまで長くないし。ただ、ジャングルだと、上がるたびに100%打つんだよね。だから、ジャングルのクリア速度、だいぶ早まることになるでしょう。グッド。グッドバフ。どっちも大きいけど、ジャングルの方がもっと大きい。で、ダブルのクールダウン。 まあスキルのクールダウンが高ランク帯で4秒短くなってるんだけどこっちはどうでもいいねダブル上げないんでだからこれダブルで地形をすり抜けられるようになりましたブリング距離としてはそこまで長くないらしいんだけどなんかエートロックスが抜けれる壁は抜けれるって話だったから、まあ、そこそこいけるよねやっぱウーコンってイニシエーターみたいな側面があるエンゲージできるチャンピオンなんだけど どうしてもねやっぱフラッシュを使わないと敵に行けないっていう意表をつけないっていうところがあったんだよねどうしても壁を抜けれるスキルが一応いいしかないからただこれ地形一吸に抜けれるってことはもちろんギャンクもしやすくなるし逃げやすくなるし攻めやすくなるしってことでもうこれ超グッドですね確かに壁抜けた振りもできるこれでうんすげえいいねすげえいい、まあ、主に活、まあ、かせるのは、まあ、やっぱジャングラーだろうねジャングラーの方がこの修正は活かせると思います で、E の、えー、ダメージは変わってないね。ただ EP ルとナスが20%増えました。これどうでもいいです。で、モンスターでの追加ダメージが50%から80%。グッド。さっきの9の修正と合わせて、とにかくジャングルのクリアが早くなります。だからもう、ジャングラーとしてはとにかく大きなバフを受けてますね、ウーコン。あれか、ちょっと見てみようか。あの、ウーコンのジャングルの処理ちょっと見てみたいな。実際。前のパッチの視点だと あ、前のパッチでも,もう50パーあるわけだから、全然強いよね。でこいつ普通に強いんだよな。トップレンドこいつ51パーあるからね。51.4パーあるからね、このチャンプ普通に強いからね。だこれも、さっき言ったけど、あのソロ級向けの調整じゃないね。これマジでプロシーン向けの調整です。まあ、ここに書いてあったけどね。あの、カウンターピックなのになんか全然ピックされねえからバフするわ。ってこと書いてあるので、これもただの OP。ウーコン強いです。使いましょうみんなで。はい、次。あ、そう。基本体力が増加。 R の空ンが低スキルレベルで短縮。ヘルス30アップ。嬉しい。で、売ると、クールダウン10秒段。嬉しい。はい、終わりですね。特に言うことがありません。4年、ね、R の空ンを高スキルレベルで短縮。ランク1だと変わってない。ランク2で10秒。ランク3で20秒。はい、どうでもいい。でもランク1段階で変わってないんで、もう、試合の半分はもう機能してないってことになるので、このバフは。 野草もそうだけど、野草の方は若干嬉しい。一応、ウルトは結構使う機会あるから、うん。よかったね。はい。ゼリー、来ました。えー、基本、攻撃力レベル、えー、いろいろされました。見ていきましょう。まず、レベルアップごとの攻撃力2から1.5。で、攻撃力えー、これは、そうだね、これが適用された時の数字だな。基礎値も下がってます。53から50。で、基本、物理防御、2ダウン。レベルアップごとの誰か、90から95。 だから体力は増えるね。最終的に。ここでかいのは、基礎エディが減らされてるってことです。基礎エディを減らすことによって何が起きるかっていうと、シーンの追加ダメージ。つまりはトリフォのダメージが大きく下がることになります。だからトリフォビルドをとにかくするんじゃねえぞということです。とにかくトリフォビルド。トリフォタイタンビルドをするんじゃねえぞというこれ修正です。その代わり、えー、他の部分でクリティカルビルドに寄せるように調整が入ってます。まず9、合計物理ダメージ。 10から30だったのが7から15。基礎値が大きく下がってますね。でレートも合計攻撃力これ上がってる。110からランクごとに110から120%。120%になったとしても120%になったらまよりちょっと減るぐらいなのかなダメージとしては。でもこれ基礎値15下がってるってのは稼げないよ。多分15をこの合計攻撃力の10%だけで稼ぎ切れるか。結構むずい。そう。 装備が結構揃わないと9のダメージはずっと下がったものかな。で、アップデート。9が、えー、通常攻撃試行革をスキル発動ごとに1回しか適用しなくなりました。僕、これいまいち知らなかったんだけど、どういうシチュエーションでこれ複数回発動してたの僕、ちょっとあの、えー、ゼリ使ってなすぎて、ゼリ使ってなすぎてちょっといまいち詳しくないんだけど、まあまあ、健全になったってことでしょうね。前は多分複数回発動してたところが、1回しか発動しなくなったと。 でもう1個、9バーストイ発動ごとに R ライトニングクラッシュのスタックと E スパークサージのクールダウン短縮が1回しか付与されなくなりましたただしクリティカルの場合を除くそこがクリティカルビルドのところだね Q がクリティカルになると R のスタックと E のクールダウン短縮が追加で付与されます最大でスキル発動ごとに2回まで今までの違って えー、クリティカルを積めば、まあ今までと同じぐらいの移動速度とクールダウン短縮が得られますよ。ただクリティカル積まないんだったらブリンクも全然できないし、足も速くなりませんよっていうことですね。えー、超でかいナフ。で、W。魔法ダメージ40から180だったのが、なんと10から150。ただから合計攻撃力が120%パー。20%上がってます。ただこれはレベルだいたいね。 目安なんだけど13レベル、14レベルにならないとダメージはずっと下がったままです。と特に序盤は大きく下がってます、ダメージ。まあ見ての通りなんだけど。一応 AP 入れても10上がってるね。どうでもいいけど。で、E のクールなんか23秒から。はえやばくないこれ。23秒から28から 22? えすごはい、E も。ああ、まあランク上げないと。 えー、クルダンが激長と。だからほとんどの時間帯、ゲームの半分以上を占める時間帯はナーフされたままということですね。で、R のクルダンも20秒アップということですごいですね、これ。ゼリーウルトナイトきゴミチャンピオンなんでね。それが20秒伸ばされたってことは、戦える回数、あの集団戦で活躍できる回数も間違いなく減ってくるでしょう。もも、全部騒バジいナーフですね。あんまり 普段言わないけど、マジでこれ1、一回潰しに来たなって感じはある。一回潰しに来たんじゃないかって感じはありますね、ゼリー。とにかくプロで使ってほしくないんだろうね。おそらく番率100%、はあるんだろうな。パンピック率100%超えてるんだろうね。このナーフはやべえと思うけどね。クリティカル積んだとして弱そうだけど。って感じ。まあ、これちょっと勝率見てみましょう。爆裂に下がると思うけどね。とにかく序盤弱くなった。とにかく序盤がめちゃくちゃ弱くなったね。 などううなんだろう相手にその対象しているし石がない構成であればまだ使えるかもしれないその構成を選ぶ選んで使えばまだいけるのかな、まあ、実際使ってみないと分かんないねだからパッと見すっげえな風に見えるはいこっからアイテムですアビサルマスク誰も使ってねえということでバフされますえー、パッシブ後輩の魔法防御低下効果、まあ、周囲の敵のねあー MR を下げるんだっけなっていう効果なんだけど5 増加体力の1%最大に20だったのが5増加体力の1.2%最大に2個はいどうでもいいっすねじゃあ次にゲールフォースまあゲールフォースねもう使われすぎだとアフィリオスジンクスだとかのハイパーキャリーの安全性を高みすぎてるということで空段20秒増加でかいこれでかいですねそうゲールまあフラッシュみたいなもんだからね本当。使ったらまあ逃げ切れるから ミスをとがみやすくなるね。さっきゲールフォース使ったからこのドラゴンファイトじゃ使えないはずだ。っていうプレイができるようになるから、まあ、これはいいナーフだと思うねそう。ちょうどいいナーフだと思うね。まあ、これでつまらくなることはないけどね。別に。別にこれでつまらくなることはないと思います。はい次ムーンストーン。スタックごとの体力回復およびシールド量の増加率7。7%。最大5スタックで35%だったのが6%。最大5スタックで30%となりました。 まあなかなか大きいナーフではあるんですけどまだ強いですね。てかもうムーンストーン積むようなエンチャンターが全員強いですね。今みんな空かの勝率何パールか知ってますかはいドン。54.7%です。ほぼ55%です。このチャンプ最強です。まあ、ちなみにこいつに関しては別にムーンストーンじゃなくても全部勝率が高いのでこのチャンプが最強なんですけど <laughs>。このチャンプが最強ってだけなんですけど。だ全然強いです。全然強いっす。ムーンストーン。はい。はい次。 アンブラル・グレーブトータルコスト安くなりました2300嬉しい100ゴールで安くなったの嬉しいですねでブラックアウトあのワードを消すやつのクールダウンが45秒から35秒にめっちゃでかいめっちゃええやないかいこれこれすごくいいですねすごくいい,いこれにプラスでアイテムヘイストランで積んじゃったらおいおいもう真っ暗だよマップが真っ暗になっちゃうでこれを無理なく積めるチャンピオン 結構ミッドレーンとかだとね、積みたくないんだよね、正直。そんなに積みたくないです、このアイテム。ダメージ性能としては結構劣っちゃうから。でもこれで積み、積むようになったりするかな。ワンチャク5人ずつんだらもう、マップ真っ暗よ。まあ、まずパイク。完全に。もう、ナチュラルに積めるね。安いし。サポートでも無理なく積める。だからロームに刺さるし。あと、グレーブスとか、ジャングラーで持つやつも出るだろうね。あ,あ、そう。このアイテムね、あの、アイテムのコスパで言うと1 1 0あります、今。 110%です。普通にいいアイテムです。さっきステータス悪いって言ったのは結構昔の話だったかもしれない。今は普通に110%あるんで、普通にグレーブスとかパイクがうまく使うんじゃないでしょうかって感じです。まあ、強いです、これ。結構いろんなチャンピオンが積むことになるんじゃないでしょうか。いろんなチャンピオンが積むことになるそれちょっと言い方が違うか。まあ、相性がいいチャンピオンが積むんじゃないでしょうか。はい、次。ピーブルインター。うん冬の訪それ。高くなりました、100ゴールド。 で、体力が50減りました。はい。まあ、別に積むでしょ。どうでもいいかなって感じですね。まあ、でも100高くなったのが一番痛いね。買いづらくなったってのが一番痛い。です。はい、次、タイムアップトリック。ナフです。体力とあの即時回復量50、50%から30%に。まあ、その、押したときパッて回復する分が少し減るってことだね。トータルの回復量としては減らない。けど。 増加移動するとも5%から4%そうなんだこのタンアップトニックを持つことによって、やっぱ序盤の殴れが本当に強いよね。強かったよね。うん。立ち位置の調整だったり、もちろんこの、即時回復で、瞬時にその体力の有利を作れるしっていったところで。うん。まあでもまだ持つんじゃないかな。って思うけど、まあ実際これ使ってみないとわかんないね。感覚が。まだ全然持つそうだけどね。元から持ってたようなチャンピオンは。他なんかバグ修正とか面白いやつあるかなあ。 <laughs> 出たこれマーニックの球をね特定のタイミングでねミニオンに打つと、ね、回復はしてるけれどもクールダウンが発生しないっていうね謎のバグがあったのでこれ直ったんですねこれあのワントリックの人使ってた普通に僕が見てるっけ名前忘れちゃったけどパーネリー X だっけその人がなんか紹介してましたあっ交換を発生させるアイテム効果やチャンピオンのスキルが霧の中で可視化されていないにもかかわらず再生されることがあったこれあったね僕ビエゴの クラスレとニダリーのスキル全般的にね、音なってわはい。てなところですね。まあ、今回の注目チャンピオンは2体かな。まず、ウーコン。最強。ウーコン最強。で、ニーコ多分強い。もう絶対トップレンに来ないで欲しいけど、まあトップレンで流行ることになると思います。っていったところで、今回のパッチョの解説はこの辺で。じゃあまた。バイバーイ。